安藤真希さんだよ。あ、安藤真希。あ、すごいね。いいじゃないですか。さあ、というわけですね。二人で仕事するのは初めてですか？初めてです。なんか会うのも初めてなんですか？なんか会うのも初めてなんですか？昨日打ち合わせで。大ちゃん、どうぞ、このチャンプを見て。初めてです。最初は怖いかなと思って。うん、確かにそう。ちょっと怖そうだよね。スケバンなんかあった。怖いなんじゃないから、スケバンなんかあるんじゃない？いやまあでも噂はないと思うけど、うん、見た目なんかちょっともしかしたらキャラとか知らなかったら怖いかもね。いやなんか、本田が森さんに初めて会った時に、うん、チャボの後輩かって、あいつこう先輩風吹かせそうだなって。先輩の声だったじゃん。どうだった？大丈夫だった？大丈夫だった？先輩風吹かした？吹かしないよね。チャボさん大丈夫ですよ。先輩風吹かせそうだなって。すごいね。いろいろ参加してたやつですけど、俺に言って。ごめんね、一つ言われること言って、申し訳ない、すいませんでした。今日はアーモンドミルクの日のイベントでございますから、はいはい、アーモンドミルク、アーモンドのラムデイズの、あそこのインスタグラムフォローするとお菓子もらえます、はい、お菓子もらえます。みんな参加すると思います。やりましたもんね。まだやってない人いると思うよ。だってもう、うん、お昼から来てくださってる方もいらっしゃるんですよ、ね、あ、そうですか。そうだからね、うん、もうライブ始めたいと思います。疲れちゃうから。そうなんだ。いつも撤去されました。撤去されました。すいませんでした、お二方。たくさんの人に見ていただきたい。上もですね。あ、上にも。ありがとうございます。お菓子配ってます。インスタフォロー。お願いします。お願いします。クッキーも食べてきてね。クッキーももらいます。はい。じゃあ、ハンバーガーボーイズを知らないという方にちょっとご紹介したいと思いますね。お願いします。2012年結成の札幌在住の3ピースユニットハンバーガーボーイズでございます。知ってる知ってる。メンバーはボーカルの山田優太さん、独身です。山田優太さん独身です。ギターの田村二郎さん、既婚です。DJ の金田秀美さん、今日は子連れです。今日小連れだ。小連れ狼。いいね、小連れだ。来ております、うん。市町村とタイアップした楽曲とか、はい、あとはテレビ、ラジオなどで、まあ、もうめちゃくちゃ活躍しております。一緒に番組やったりとかもしてますけれども、斬新な歌詞に。一緒にはやってないよ。あ、いや、ジローちゃんとチャボの一緒。そうです、そうです。ジローさんと山田さん。すいません。すいません。すいません。やすいるのよ、ちゃんと。やすさんが。どっかにいるんだな。会場はどっかにいるんだ。ちょっと一生懸命考えてきました、はい、斬新な歌詞にキャッチーで気持ちのいい。もうキャが前に出てきたもん。キャッチー言いたくてキャッ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 ってなっちゃいましたけど、はい、そしてクールなギターリフ、おまさにアーモンドミルクのように栄養が満点な音楽を届けてくれるハンバーガーボーイズのライブ、皆さん楽しんでてください。はい、北海道エンタメ界のアーモンドミルク、ハンバーボーイズです。よろしく。イエスイエス。カンちゃんに言ってもらおうと思ったら、ジローの同じタイミングになったから。あ、ごめんなさい、僕言っちゃった。すいませんね、横取り40番で失礼しました。さあ、ということでね、皆さんもね、いろいろ予定があったと思いますけど、今日という時間をね、ここのすすきのに遊びに来ていただきありがとうございます。ここからはハンバーガーボーイズなんで一緒に盛り上げていきましょう。駐車場利用の方は、2000円以上ご利用で1時間無料というふうになっておりますので、ぜひ利用してください。はい、では止めましたので2000円使います。僕も2000円使いたいと思います。それではそんな一曲からスタートしていきましょう。そんなハンバーガーボーイズ、なんとかず不動の一曲目として12年間この曲はハンバーガーボーイズのライブの一曲目であります。ベイマックスの通りチェックしていきましょう。初めての方も2回目の方も4回目の方も手を振りましょう。愛せてあげればなと見せてあげればなと立ち上がるようにダンスハット息寄せ顔を伝えるなと生まれたって、ただ強い粘り気が
姿が見えなかったら俺は言わないから、うん、休んでていいよ。いや違いますよ、今のね、ジロンで休んでていいよね。ここは言った方がいいのかなって。かわいいね。全部反応するの、その安っていうだけ。さすがにね、安って伸ばさないと反応しないんですね。そうですよね。それマジで、あ、ちょっと一回上がってしまっていいですか。安と横澤さん、安さん、イエス。あの、スーパーとかで、はいはい、例えばなんか大げさに他のお客さんが、はい、おい安ーって言ってましたのに、ピクってなったりとかはする。まあ安って言ってますね。あ、言ってる。言ってんだ。言うんだ。いや、まあ、言わないんだ。言わない。そういう体になってるんですよ。体になってる。じゃあ、あれは CM あるじゃん。イエス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 やすい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 リズムもおかしいですもんね。ほんと、まあ言ってくるからね、それに合わせて言うしかないもんね。リズムとかじゃないもんね。実際お客さんからも言ってきた時は言うって決めてるんですよ。まあやすいすごい、ありがとう。いいね。え、これいいね。横澤さんはそのジェラシーとかないの？俺もなんか横とかザーをやりたいよとか。そうですね、やっぱ横さんジェラってるっていうか、うん、確かにその僕がさっき安って言ってくれた時はまだいたんですけど、はい、何回か安しか言われないの見て帰りましたね。横澤さん、そうだよね。はい、でもしょうがないね、これはね、うん、このシステムはやっぱりね、まあ、構築したものたちみたいなところあるからね。そうですね、安は、まあ、一応5年ぐらいは多分やってますからね。いいね、これでも一番分かりやすいよね、みんなで参加しやすいしさ、うん、どのタイミングでもいいんだよ、だってイエスー。言ってくれたの顔まで分かりますか。
いいまで来る、言ってくれた人の顔まで分かる、今のすごい今日忘れない、忘れないです怖いよじゃあ、ヤスって返した人の、はいはいはい、だからヤスって言ってくれたの返しみたいな感じで、うん、覚えてる、覚えてるな、あ、そう、だいたい言ってくれた人ってのは分かりますか、発信者は覚えてる、はい、同時にみんな言ったらもう全部覚えなきゃいけない、あ、大丈夫です、何人でも覚えられるせーの、せーのオッケーありがとう、顔向けで言ったことにするしってマジですごいありがたいです、ね、全部返してごめんなさい、いいんですか、いや、あとね、本当でも休んでていいですね、あーとー休む、大丈夫さ危ない、危ない言っちゃうよ、今、何て言えばいいのこれ今、ほら、もうステージ終わった後早めに言ったらいい、休んでて休んでてだからやっぱ反応したんだ、2時間言えばね、そうだね、休憩そう、休憩しといていいやつ、休憩かけて言ってちゃって休憩もやつって言った、変換も変換も変換もね、休憩まで休みで休みだから休み休み覚えていく覚えていく、いや休みいや、それも休み関係ない、何まで言っていいか分かんない、ごめんね、そう、本当に言えって言われてんのかと思って本当に、横になってください横になってください、ありがとう、初じゃないですか、横になる初新しいな、初何でもいいけど、はい、安手武さん、安さんでした、ありがとうございます、ロングラン、ロングラン対ヒットライン、終わったのか、安手2回目行ったダメも行ってこいでね、ありがとうございました、ありがとう、ごちそうさまでした、ありがとうございました、いいね、1曲分はこれで使いましたね、初めて叶った俺、もう知られて、ね、初めて会ったよ、そうだよね、いい子だよね、なんかね、面白いですね、焼肉屋行って初とか頼んでも反応するからねそれはでも、それ反応してない普通ってガツーとかそこまでなんて反応してるの、普通に持つの持つの話するよ、持つの話するらしい、食べたいんだよ、多分ね、そして浜川ボーイズですけども、今日はですね、曲上特に決めないでやってきてるんで何でもやろうかなと思ったんですけど、いや僕は今日一番の目的に先に言ってもいいですか、はい、どうぞ、あのカエちゃんが横にいるんですよ、はいはい、カエちゃんが上にいるってことは、はい、ファイターズガールズ、そうですね、だから僕らがやってる、うん、あビクトリーアンセムを日本ハムファイターズオフィシャルソングを出しますか、ここであれ本当は踊りあるじゃん、ありましたね、それで踊ってもらってましたもんね、だから教えてもらいたいんですよ、あ振り付けを、あれカエちゃんの時にやってたんだけど、ちょっとカエちゃんカエファイターカエちゃんにもう一回登場していただきました、すいません、どうぞお願いしまして、ファイターズがエスコンフィールドに移転した時は、はい、まだその年はファイターズガールでやってた、去年までファイターズガールで、あ、じゃあ、はい、そうか、ま、さちょうど俺らからちょうどファイターズが勝った時に、ね、ファイターズボイズさんの時によく晴れてましたよね、あれだ、見てたもん、エスコンで教えてもらいたいね、その踊りをさ覚えてますか、曲かけてさ、今後だけ、ひでみさんもちょっと今教えてもらったカエちゃんの真似をしたい、じゃあ皆さんも一緒に覚えてもらって、ね、ちょっとまずダンスのさ、でどういう感じ、ちょっと流して、じゃあ流してちょっと一連で見て、うん、俺ら黙ってるからさ、まず、はい、いくよ、はい、どっちから、ここでまだ、あ、ここで見てるこんなにやってきてる、投げキストだもん、投げキスト、これね、エフェクトやるなんてやると思うんですね、ここ手振ってんの、ここ手振ってんの、本番皆さん僕ら手振ってください、僕ら手振ってんの、はい、覚えてないか、ここジャンプしてんの、覚えてないか、あ、山本さんが歌がない、ごめんね、歌がない、じゃあ頭を歌ったら分かるね、そうそうそう、よかった、ステージに行ってみよう、はい、僕が歌いましょう、歌います、はい、次、ポンエスコンってこんな風になってるのみたいな、ここも、ここも OK、 OK everyone、 何言うんです、 Break out to the pain for you though、 Now, let's alternate YOUR Fighter! Hey, みんなで手を叩き、叩き合おう。
丈夫ね。まあでもその時はね、大体ジャンプしてればいいですからね。大体ジャンプ。ジャンプっていうこと。手振ってジャンプしてもらえる。あの手を上に上げて、手を上に、ね、はい、ジャンプしてもらえればなと思います。その後、なんかやってるやつですよ。そうそうそう。それで行こう。オッケー、それでやってみましょう。勝ってないから踊ってる。やめなさいって。去年ちょっと。確かにね。勝たないと、今年もいっぱい踊ってるけどな。方だったんだな。去年だもんね。去年だったからな、はい、あんまり踊ってない、馴染みがなかったな。確かに、あんまり踊れてなかった。そうだな、もうしょうがないですよ、ね、それはしょうがないですよね。やろう、やりましょうか。このままかいちゃんもいてももらってもいいかな。あ、思い出すかもしれないね。思い出すかもしれないで、じゃあ皆さんも真似して踊っていきましょう。あの隣の人にショップとかしないようにちゃんとあの守ってください。それのエティフィールドで、じゃあ行きましょうか。日本ファイターズ、去年までのオフィシャルソングです。アバンバンボーイズ、バンバンバンビクトリーアーセン。さあ一緒にみんな手振っていこう。エスコのみんな手振っていこう。紅白アーティストも共演するの。確かに、確かに、そうだね。踊ってただけなんですけど、歌ってはいないんですけどね。ありがとう。本日は皆様、大きな拍手をされたいさんでした。ありがとう。こんちゃん、こんちゃん。夢叶ったね。後日請求書を送ってください。え、あの、別注。別注ですからね。ペッパー、踊りは別だよ。別注、別注。メルタルですけど、もう流行ったはい、ね、やっぱりこの40過ぎた3人がジャンプすると本当に汗だくなりました。めっちゃくちゃなりました。せっかくクリーニングからこれ今日飛んできたばっかりでした。まためちゃめちゃ。さあ、まあ、でもまだ皆さんには、ね、汗かいていただこうと思うんですけども、どうします。あ、それともいきなりもう水補給しますか。今水飲んだらまだ全然、今20分じゃん、はい、水の曲やると俺水いっぱい飲むから。あ、そのあとがダメなんですか。おしっこしてたんですか。じゃあせっかくもうちょっと後半にしましょう。もう少し体動かしていきましょうか。と思いきや、最近ハンバーガーボーイズ新曲もありますので、せっかくですから先週鹿部町に行ってきました。鹿部町道の駅観客船が今年発見されて100周年という記念すべき式典に、出まして、そこでそんな完結戦の曲を歌ったので、その曲をお届けしましょう。ね、え、なんだって完結戦、完結戦、行ってみましょう。ネバーエンド完結戦。止まらない思いが溢れる、変わらない遺伝が空へ注ぐ。止まらない、
ぜひ鹿部町に行ったらですね、完結戦吹き上がってます。今新しく鹿部町ではその完結戦、道の駅で鹿部焼きというね、商品も発売になりまして、どんなものか想像してみてください。鹿部焼き想像してるなってことですか。考える時間をね、イマジンして、イマジン。そうなんです。なんとあれみたいな感じなんですよ。赤字焼きみたいな感じ、出汁入れ放題でね、お風呂の桶みたいな器に、でっかいたこ焼き、赤字焼きみたいなのが7つ入ってます。で4つがタコなんですけども、なんと他3つはホタテが入ってるという、ね、これまた美味しいです。それに出汁をかけて、出汁と一緒にいただく。で味変ってチュッパチャップスみたいなのも売ってるんですけども、それがなんとバター、明太バターとかタラコバターの塊なんですよ。それをね、溶かして出汁をこう味チェンしていくというか、ね、それがまた美味しいんでね、ぜひ鹿部町に行ったら完結戦訪れていただきたいと思います。はい、美味しかったね。ね、うん、また行きたい。また行きたいですか。ぜひ鹿部町に行って、そして鹿部町に行った後は今期でいいですか、道の駅巡りしますか。道の駅巡り、ハンバーガーボーイズとって今北海道の179市町村、いろんな歌を作り続けて、およそ25市町村あるんですけども、その中で道の駅を作ってるのが2つなんですね。お、道の駅の曲、お届けした鹿部の曲、そして厚岸です。厚岸の道の駅コンキレイの曲と、道の駅シリーズも出来上がったんで、この今後の流れとしてね、道の駅が増えたら道の駅アルバムとかも作りたいよね。あ、いいじゃん。なんかあのほら、道の区、道の区、あ、道の区一人男旅とか、なんかあるね、そういう感じでさ、うん、道の駅男旅シリーズ作る。あ、すごい。あれいいじゃん。男旅こうやってみんなでやる。みんなでさ、エグザイルさんみたいな、はい、やろうよ。やりましょう。え、そうだ、じゃあ今期の曲、さっきも聞いたと思いますけども、初めての人もいると思います。お届けしましょう。ウィンディッシュコンツリーへ。このイントロに合わせて手拍子をやってもらっておりますが、すぐにその手拍子を止めることになります。静かになります。瞳を閉じたように待っているかい、今すぐに向かうから、一本で決まってくる祝日なら火曜、7月と8月は嫌いな2人がもう出てて、あっけんしょうのドッキリへ、おいしいものどんどん食べて、ドッキリへドッキリへ、全部甘いから見下ろして、あっけんしょうのドッキリへ、あっけしょうの時計、あっけしょうの時計、
今日もね、天気とってもいいんですけれども、北海道を巡るときにはハンバーガーボーイズの曲を聴きながら、北海道いろんな街を試していただきたいと思います。ハンバーガーボーイズ、明日も夕方の4時から午後のすすきのこの3階でのステージがありますが、はい、6月に入りますと、おしゃまんべの毛刈り祭り、あと所町のお祭りと、はい、決まってますね、あ、行くよって、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ところ、こういうところです。ね、5時間ぐらいかかりますからね。ねちょっとスケジュールをもう一回見てみますと、はい、末ですね。ね、23ところ三条様じゃないですか。そうですね。うん、あとね、6月の4日土曜日中村ゆみさんのライブがありますね。さんね、いや、はい、かかってこいよっていう曲です。かっこいいよ。ハンバーガーボイスショットを、また地方にね行きますので、ぜひ遊びに来てください。そしてね、うん、今日もハンバーガーボーイズグッズ持ってきてありますんで、はい、このタオルですね。そうそうそう、ハンバーガータオルも販売しております、はい、もし、掲げてくれてるよ、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。結構ね、へこたれないタオルなんでいい気にしてますんで、へこたれないね、へこたれない、山田くん相当使ってるもんね。そうだね、そうですね、相当持ってきてなくて、いつもタオル1枚もらっていいですかって言って数えたらやっぱ6枚ぐらい入れるんですよそろそろお金取りますよ、ね、うん、え、なんて言ったの？いや、いいや、聞こえてないだろう、初めて見た方もいらっしゃるんじゃない？もしかしたらほら、ですか、我々の写真とかさ、あ、そうですね、撮っちゃうかもしれないから、はい、勝手に撮っちゃうかもしれない。そうですね、注意事項があります。我々ハンバーガーボーイズのステージですね、皆さん気軽に許可なく写真や動画を撮っていると思うんですけども、基本的に OK ですいいですか？全部 OK だよ。でも誰も OK って言ってないのに撮ってるんだね。確かに全部 OK です、全部 OK です。ただしですよ、ただししっかりと加工してください。お願いします。加工をしなきゃダメです、はい、アップする際には、はい、しっかりと加工して、うん、まあね、ジャスティン・ビーバーとか顔を描いてもらってもいいですし、いいね、ブルーノマーズにしてもらおうかな。二重にするか顔小さくするか。僕はキムタクがいいですデータ、僕キムタクにしたいです。キムタクのニューアルバム出ますね。あ、出るね。I'll be there とか Just there、 See you there、 出るね、セカンドアルバム See you there、 ゆっくり休め。あ、キムタクだ、キムタクのゆっくり休め。あ、頂上の、頂上のゆっくりですね。で、あ、決めちゃった。ゆっくりですね。安い。すごい。すごい反応速度だった。キムタクは反応しないんだ。キムタクはしない。いや、そらそうで。キムタクに反応してやすいって言ってもね。かっこよく加工してください、ね。はい。細く。そうですね。うん、もう、ね、そういう風にしていただければ、汗とかも書いてない方がいいから。はい、汗もちょっと消してもらいましょう、ね、ただせっかくなんでちょっとね、汗かく曲をお届けしましょうか。何ですか？子供に大人気のあれですよ。僕は全然ピンときてないです。ここまで来て汗かく子供に大人気の、元気があれば何でもできる。マジで浮かんでる。どのこと言ってますか？懺悔です。懺悔しかないじゃないですか。残儀やって、旅込みやって、水で行こちょう、こんな感じで。じゃあちょっとね、皆さん前の人に制限付きするかもしれないんで、ちっちゃくやっていただきたいと思いますが、残儀踊っていきましょう。さあ、ここの続きの地下にはお惣菜コーナーもあります。60代になったら結構半額とか安くなってると思うんで、お買い物して買いましょう。そんな感じあると思います。いいですか？右手でザンキュー、左手でザンキュー、ザンキュー、ザンキュー、作ってお腹に入れる、エイバックス、カモン、ザンキュー、ザンキュー、もう一度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 、
この曲を聴いて北海道旅していこうという曲をやろうかなと思うんですけど、どうですか？よろしいですか？今のは分かりました。分かりました。はい、分かりました。行きましょう。レッツ旅コミュニケーション。さあさあ、あなたの好きな街に向けて一緒にドライブソングとしてこの曲かけていただきたい。
見るたまにちょっと人休み左が夕日を食べる荷物を持ってさっと乗り込めコンビニ寄っておやつ買い込め向かう街はまた未開の地向かいの海地上の悪事意外な景色現地に行って初めて知り僕が好きなのは君のお尻そんなことは心にしまいまた行きたいで終了するぞ変わる変わる季節はくつろうもともと出てくるまくりかそういうわけでごめんだけいいかアイデハイになってるパターンか T シャツはアンビシャツ使えたからあ、じゃあアイデハイにアイデハイにのパターンっていうねそれはハンバーガーボーズタオルかなアイデハイにタオルアイデハイにタオルアンビシャツとはね、本当にステージもよく一緒にありますんで、はい、まあ今後はもしかしたらね、コラボとかいうかいいねそう、アンビシャツ今、マコモダイ花火大会の CM を、うん、出てるんですけど僕撮ったんですよほらちょっと詳しく聞かせてください。あれ本当のこと言ったら花火見てないんですよ。花火見ないで撮ってるっていうね。嘘だろ。花火じゃなくてね、花火。見てるよね。見てないんですよ。何見てんの？何見てんの？近々光る明かりを見てます。あらららら。ライト持ってたな。花火見てると思ってたわ。またね今度もし CM とかすごいすごい。あアンビシャス花火見ないのにわーって言ってるすごいそんな風に思わないいやいやでも上手よいやでもね本当に花火マジ上手なんですすごいわだってドーンと俺が言ったらわーって言ってるやつドーンへぇ、それ横で見てたかったっすか嬉しいねなんかねドーンってそれ笑わせるそうなんかあんな表情があるんだってなんないと思うやんないっすかねそのまま、もうそろそろね、ひでみさんも喉が渇いてきたんじゃないかなそうだいい時間だからいい時間ですかじゃあここいらで皆さんもね、ぜひあのアーモンドミルク使ったドリンクもね、ありますんで、うん、アーモンドミルクドリンクをね、ぐっと飲みながらでもいいですお水を飲みながら皆さんもひでみさんと一緒に飲むこの振り付けをやっていきましょうレッツおいしい水さあ、この曲は京都市長北海道京都市長の曲ですブラックエンジンスロイズ3と8番とこの辺で DJ の人が一体何本のリゾルトが You got the best sense of the sound of the dead zone たくさんの集会思わず声が倒れて向かう中でメダルを追いつき今3時間そこはなさやば焦げについてたDJ Hiroya, 僕らに届く一緒の音色、
全然三島宇宙とか笹山が割ってました。じゃあ、おい、これは、これは、
学校の廊下をバイクが走るような学校の川でた。昔は走ってました、中学校に。僕の時は本当に水前中は新聞のラジオ、校舎、バイパスとスクールボーズだよ、それ。本当、そういう時代ですよ。で、山田先生っていうオールバックのお土産の先生が、怒ってた。怒ってた。注意しろよ。ああ、じゃあ、よかったよ。頑張ってない。顔が悪いね。怖い。いやいや、どこも走ってたよ。あのバイク走ってたよ。全然走ってたと思います。走ってました。ここら走って。翔太とかも。社長のクリアも。クリアも。手で。あ、そう、クリアの前ね。うん、どっちもやって。え、校舎とかバイク走ってんの？そういう格好でした。あ、どっちもね。エンジンかけたまま入ってるの？それとも中でかけるの？あ、原付で玄関入っちゃってみたいな、ローカー走ってみたいな。で、遊ぶみたいな。バカだねー。でも、ひりえさんが取り捕まえて学校なんかにする。いやいや、僕も取り捕まえるぐらいですよ。イメージする鳥じゃないですからね。もっとでかいですよ。僕んとこは、僕、シェルフの出身なんですけど、車輪中に、グラウンドに、白鳥が上がるから、白鳥が。こんなでっかい。でっかいね。逃げるでっかいですよ。うん、すごいね。普通に行ったら、これわかんない。違法かどうかわかんないから、ネットとかにあげないんだよね。昔の話だし、子供の10年前の話。普通に追いかけると白鳥ってまっすぐ走っていいんですよ。でも、でかいから助走が必要なんですよ。だから、考えた末に捕まえる方法ね。両方向から4人で行ったら捕まえられるんじゃないかと思って、両方向から行ったら本当に白鳥動かなかったんですよ。へしたら捕まえて、先生に教えて、先生白鳥いいなー褒められると思ったんですよ。ちょっとウケるんじゃないかな、ウケるってすごいねってなると思ったんですね、子供の頃ね。そして笑ったのようにね、体すぐ離せって言われて、と思ってふわって置いたら、いろんな病原菌が海外から来てるから、離されて触っちゃダメだった。そうだ、すぐ体をこう洗えて、ダメなことした。そうだね、絶対にネットに上げちゃダメだね、これね。聞いて思ったわ。そうだね、今日で封印しましょう。いや、でもいいと思う、私好きよ。その猫の話と30年前の作者の話は終わり。猫の話は絶対しないから。これ言えないから。それ言えない話だったね。いい話、まあ、いろんな、ね、思い出があって、その思い出が、ね、こう蓄積されて人々のその、なんていうんですかね、できてると思うんですよ。ですから、その思い出の一部に今日というステージが皆さんの思い出に、メモリーにですね、登録されて電話帳も増えるかのようにですね、いずれ電話帳を遷移するかのように、またあなたの心からハンバーガーボーイズが消えゆくまで我々は歌い続けていきますので、どうネガティブなように、そして今ポジティブに行こう。ハンバーガーボーイズをこれからもよろしくお願いします。じゃあこの曲で締めていきますか。はい、ラストナンバーいきましょうか。ラストナンバーです。はい、10分くらいかかるんです、ちょうどいいと思います。さあ、最後の曲ということで皆さんと一つ歌っていきたいと思います。やらしいんじゃありません、ストレートに受けてください。一つになるんです。それは音楽という魔法を皆さんにかけたいと思います。いいですか。まずはこのリズムに合わせて手を叩いてみましょうか。はい、もうこれであなたはプロのミュージシャンです。今すぐレーベルにその手拍子を録音して送ってください。突っ張り返されます。でも我々受け止めます。さあ、その手拍子でしっかり鏡にリズムを入れたら、その後は皆さん踊りの準備です。左手を上げてください。そして左手を内側に引っ張る、外側に引っ張る、内側に引っ張る。で、これグッと手を握りしめて止めてください。この時、あなたが取っているポーズはヤスー。今うちの社長とね、ずっと喋ってたから、すごいな、ちょっと試してみましょう。いや、すごいわ。もう今日いじり倒してますけど、いや、あのスピーカーのさ、タイムラグ、まあ、言ってもちょっとのね、タイムラグあると思う。確かに来る声の、あ、確かに、も含めて相当早かったってことね。反射神経すごい。話途中だったよね、今ね。ああ、何の話だったっけ。振り付けです。あ、それともレーベルの話です。違う違う、その後です。手を振って止めていただいて、この時あなたが取っているポーズはヤスー。上の人が、あ、ちょっ
ちょっとね、見えづらいかもしれないですけど、下に安田横澤さんの安田がいるんです。安田というと返してくれるんですけど、はい、しっかりとね、今日もボーリングシャツ決まってます。話進まないな。手を振っていただいて止めていただく。この時あなたの手ポーズは漁師が泣いている。迷いましたけど、ギリギリまでもう体は痩せてきたかったんですけど、進まなくなっちゃって。漁師が泣いているボールです。北海道をドライブしているとそういった看板見たこともあるんじゃないかなと思います。漁師が泣いているボールなんですけども、そう、この曲はその看板を見て作ったんです。ウニ、ナマコ、アワビ、それ取っちゃいけないと大きく書かれています。そしてその下に英語の漢字で書いてある大きく掲げられたその言葉、ここの曲のタイトルとなっています。それをストップ見つめます。危なかったね、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 安に行きそうだったんです。まだ行かない。あ、まだ行かない。行っちゃった、行っちゃった、行っちゃった。ストップ、こちらという曲です。振り付けの続きあります。手を振っていただいて止めていただく。その後ドスボイを3回やってください。手を前に広げる。前の人の背中を押さないように気をつけてくださいね。3つ3回やって大きく虹を描く。これで振り付けが完成です。ちょっと歌詞と一緒に待っててやってみましょう。2、3、4。漁師が泣いている。 It's your soul tonight everybody。 漁師が泣いている。はい、スクランブルパーティー。今日スクランブルパーティータイトルがついています。もうすぐスクランブルパーティーと書いてます。なんか発表発表発表さんというの、あ、今出してもらったの。タクからタクさんからサンプリングだったの。サンプリです。あ、そう。いや、26っていう数字はどの区間なんだよ。スクランブルパーティー26年間勤めた人の退職の時のパーティーで言ってたタックさんのモノマネしなくていいんですか。とってもいい。FM ノースウェーブのレジェンド DJ タクハーシーさんが26年勤めた社員さんが辞めるって日にね、あの26っていう数字は俺から見守るっていう数字かな。俺は言ってましたね、言ってたね。努力が実るって言ったの。いや、なんかさ、広かったんだよね。そうそうそう、結構広くてみんなでマイクなしで話したから、正直何言ってるか分かんないからな。失礼な。いい声だったけど、まあ、いい声でしたね。努力が実るまで聞こえたんですよ。その後にまあまあまあ、それは置いといて、どこまで来ましたっけね。スクランブルパーティーに歌詞を変更します。両親が泣いている。 With your soul to scramble party。 両親が泣いている。 With your soul to scramble party。 これで覚えられるね。 With your soul to scramble party。 両親が泣いている。 With your soul to scramble party となります。これで完璧です。あとは曲の途中で我々がウニ、ナマコ、アワビ、それは取っちゃいけないと言いますので、皆さんもそれに続いて私がエビバリセイと言いますから、ウニ、ナマコ、アワビ、それよりもアーモンドミルクだろ安でいきたいと思います。全員ね、はい、アーモンドミルクだよ安、はあ、アーモンドミルクだよ安って言いますから、ちょっと練習してみましょう、はい、曲の、はい、こちらです。T-1 聞いてないよ。T-1 はね、そこだから全然聞いてない。今届いてなくて、本当みんなで言うからさ、そう、ウニナマコアワビ、それは取っちゃいけない。 Everybody say ウニナマコアワビ、すごいアーモンドミルクのやつ。そうです、聞いてないの。これぐらい届かないってことが分かりました。皆さんいいですね。あ、ウニナマコアワビ、それ取っちゃいけない。 Everybody say だと、皆さんもウニナマコアワビ、それよりアーモンドミルクだよ。さすがにそれはね、言ってるところ繰り返ると思います。皆さんに油断してます。いや、完全に聞こえないんだね、これぐらいの。聞こえないんだね。バカーって聞こえない。聞こえない。わかりました。じゃあこんな感じでラストナンバーいきましょう。明日の4時からここで歌いますので、お時間ある方明日も遊びに来てください。ハンバーガーボーイズラストナンバー、スタート。違う、何だろう、不思議な。
プルルってなんだよ。あ、せっかくさ、どういう設定でプルルになるんですか。プルルって、プルルの設定を教えてください。あるんですか、さっきなりました。おお。おお。知らない機材、知らない。DJ。あ、タマさん、タマさん、DJ タマさん。DJ タマさん。怒られるタマさん、これ。営業長、ラストナンバー、勝負ですよ。ぜひグッズも持ってきますんでよろしくお願いします。
ありがとうございました。